中国の南シナ海でのやりたい放題は、近年、その限度を超えています。ついに、国連まで巻き込む対立へと向かい始めました。今回は、南シナ海での米中の動きを詳しく見ていきます。現状を考えると、米中の動きは、中東へ場所が変わっているようにも、南シナ海での動きを監視するのは忘れずに。2021年8月9日、国際連合のオンラインでの安全保障理事会において、アメリカのブリンケン国務長官が、具体的な国名の名指しは避けたものの、暗に、南シナ海での中国の行動に、辛辣な批判を行ったことが、報じられた。ブリンケン国防長官の発言の趣旨を要約すれば、南シナ海において、中国は、自らが提唱する根拠なき領有権を盾に、周辺諸国への危険を及ぼす行為を日常的に繰り返しているとし、中国からの反発を生んでいる。こうしたブリンケン国防長官の発言に対し、中国側は、アメリカこそが南シナ海の秩序を乱す存在だと、お約束の反応を見せており、これまで、同様に、両国の主張は真っ向から対立。舌戦はますますエスカレートしている。最も端的なのはブリンケン国防長官が、南シナ海における周辺国への中国の行動は、経済力や軍事力を背景にしたいじめとまで指摘した点だが、中国の海洋進出の野心を卑近な言葉で揶揄しているように感じられた。こうした一連のアメリカ側の主張に対し、中国側も、8月3日に行われた ASEAN 東南アジア諸国連合のオンラインでの外相の会議の席で、南シナ海と関わりのない国が口を差し挟み介入しているとアメリカを批判している。中国側は、南シナ海のほぼ 80% を占める九段線を一方的に設定し、その内側は全て自国の領土領海だとする前提に基づいた発言を行っているが、経済力や軍事力を背景に、既成事実化を狙ったものに思える。南シナ海におけるこの中国の、九段線を容認しない、行動の表れとして、アメリカ軍は、不定期的に、航行の自由作戦と称し、同海域への艦艇の派遣を実施しているが、これを、中国は、地域の安全を脅かすものだと、非難している。日本から見れば、当然、こうしたアメリカと中国両国の対立は、前者に分があり、南シナ海に接する周辺国、つまり、直接的に、中国の強引なやり方に直面している国々も、当然同じ方向のはずだと思いたいが、それほど単純ではないようだ。先にも挙げた、ASEAN、東南アジア諸国連合と中国との近年の会合では、中国が音頭を取った。南シナ海での紛争回避の行動規範の制定が進められつつあり、同国に都合の良い内容で固められる恐れが非常に大きくなっている。中国が南シナ海に設定している九段線をめぐっては、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシアなど多数の国との軋轢が生じているが、中国は一向に強硬姿勢を改めて排ない。特に、中国とフィリピンとは、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙諸島をめぐって対立し、その岩礁を埋め立てた人工島の建設を中国が強行したため、フィリピンは、オランダの常設仲裁裁判所に、この行いを提訴した。これは、国連海洋法条約に基づいた、フィリピン側の行動だったが、2016年の7月に下された判決では、同条約に照らして、スプトリー諸島には、法的に島と呼べるものはなく、かつ中国が埋め立てた人工島も、島には当たらないとされた。加えて、この判決では、中国が唱える、九段線にも、何らの国際法上の根拠がないことが明記されたが、では、スプトリー諸島を、
中国やフィリピンを含め、いかなる国が領有権を持つのかという点については、言及を避けた形だった。無論、中国側は、こうした常設仲裁裁判所の判決など、まるで意に介さず、何ら実行力を伴わない無効な判決だと主張しており、さらなる埋め立てを続けて、軍事施設を設置した巨大な人工島の建設をエスカレートさせている。2018年に、中国は、ついに、このスプトリー諸島内の人工島に、3000メートル級の滑走路と電子専用の施設を完成させ、すでに軍用機の離発着を行うなど、軍事拠点としての活用を始めたことが、衛星の画像等で確認されている状態だ。そして、2020年4月に、中国は、スプトリー諸島に加えて、パラセル諸島、中国名、西沙諸島を、自国の行政の管轄下とすることを実行に移し、常設仲裁裁判所が示した人間が居住できない岩礁は、島ではないとの見解を真っ向から無視している。こうしたスプトリー諸島やパラセル諸島の行政区分への編入と並行して、その他の南シナ海においても、中国は周辺国のベトナム等に対して、中国海警局や民間の大量の民間漁船等の船舶を差し向け、妨害行為を頻繁に行っている。ここまで述べてきたように、主として、中国は、南シナ海において、含めやベトナムへの妨害行為を、中国海警局や民間の漁船等を用いて言ってきたが、近年では、マレーシアやインドネシアに対しても、同様の傾向が発生しているという。中国が、そもそも自国領の一部であり、いずれ、軍事的か否かはともかく統一すると、公言している台湾は、別として、南シナ海で、国として、中国との対立路線を明確にしているのは、実は、ベトナムにしかないことが、実情に近い。スプラトリー諸島をめぐって、強硬に中国と対立しているように見えるフィリピンでさも、政治的、経済的には、中国の影響力は、極めて大きく、かつてのシュムネ国である、アメリカ軍の駐留を取りやめて、以後は、事実上、中国の傘下にあると言える。そのため、スプラトリー諸島をめぐる中国との対立は、国内の世論のガス抜き的な意味合いだと指摘する声も多く、現ドゥテルテ政権が支持率を維持するのための政治的なパフォーマンスに過ぎないと見る向きも少なくない。マレーシアやインドネシアについても、こうしたフィリピンと似たような状況であり、日本をはじめとする西側諸国が思うほどには、南シナ海周辺諸国の中国に対する対立姿勢は高まらないとの見方が有力なようだ。さて、スプラトリー諸島に話を戻せば、2021年7月上旬頃から、これまでとは少し毛色の変わったニュースが報じられるようになり、単なる中国による海洋進出といった覇権主義の批判以外の方向で論じる報道も出てきている。それは、スプラトリー諸島周辺海域に居座っている200隻以上とも言われる中国の民間の漁船が、その乗組員たちの汚物を未処理のまま海洋に排出しており、それが、同海域の海洋汚染を引き起こしているとの環境被害論だ。これはアメリカ企業のシミュラリティ社が唱えているもので、中国の民間の漁船が未処理のまま海洋に排出する汚物によって、スプラトリー諸島周辺海域の海底のサンゴ礁に深刻な影響を及ぼしているという報告である。これをシミュラリティ社は宇宙からの衛星画像によって確認できるほど、すでに広範囲に及んでいると指摘しており、サンゴ礁の死滅と、それによる大規模な生態系の破壊につながりかねないとの主張を展開している。
シニュラリティ社の主張によれば、中国の民間の漁船が未処理のまま海洋に排出する汚物が同海域のプランクトンの増加を促進しており、これによって海水中の酸素が著しく減少し、サンゴ礁を死滅させる恐れがあるという。すでにスプラトリー諸島の領有を中国と争うフィリピンでは、この主張の成否を確かめる動きを始めていると伝えられているが、これが中国を追及する有効な手段となるのかどうかは、今のところは何とも言い難い。日本からすれば、中国の行いには当然警戒が必要だが、ほじくった見方をすれば、こうした自然の環境破壊を理由にして相手方を攻撃するのは、どうしてもかつての左側の勢力が得意として様々な反対運動に利用している感が拭えない。